今回、朝日さんが700万の壁を突破できた一番の理由っていうのが、SNS プラスアルファやっぱ代理店の育成っていうのが大きかったと。相手もそれで売り上げが当たって、報酬がもらえて嬉しいですし、ウィンウィンっていう形が築けてるのが、すごい素晴らしいなっていう。皆さん、こんにちは。こんにちは。今回はですね、受講生の朝日さん、インスタ就学入学7ヶ月目で月商739万円をね、達成した秘訣についてですね、いろいろ聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今の活動内容を教えていただいてもよろしいでしょうか。SNS 集客のコンサルタントをやっていて、主に YouTube とか LINE、Instagram をメインにお伝えしている形です。集客とかマーケティング動線のコンサルティングをされていて、朝日さん、うちの学入学いただいてから2、3回ぐらい実績の声取っていてね、今日さらに実績をね、上塗りされたということで取らせていただいているんですが、再度入学の決め手っていうところもね、教えていただきたいなと思うんですが、入学の決め手は最初そもそも実写商品を持っていないところでそれを作れるっていうところが1個と、もう1つプロフィールを作っていただけるっていうところにすごい僕は魅力を感じて入らさせていただいたっていう形ですね。SNS のスクールとかコンサルって結構ある中で弊社を選んでいただいた理由とかってもしあれば。まずは北野さんのライブを見てこの人に学びたいなって思ったのが1個と、もう1個セミナーの中で僕はここに行ったら絶対結果が出るなっていうふうに直感で思って、ここしかないと思って入学させていただきました。入学前の状況を聞いていきたいと思うんですけども、先ほどね、商品がなかったとおっしゃってましたけど、どんな感じだったんですかね、集客面とか売上面。はい、入学入る前は商品もなく売上も30万円以下くらいで生活するのがやっと貯金5万円みたいな感じのところから入って、なんとか人生を変えたいと思って入学させていただいたっていう状況でした。結構そういうギリギリの状況だと勇気いる決断だったと思うんですけども、本当に集客面とかも全然っていう感じですか。そうですね、集客も今まで自分でできたことなかったので、そこら辺も学ばせていただきたいなっていうふうに思って入学させていただきました。そこからうちの学科入学いただいてからちょうど今7ヶ月目ということで、次入学後の変化っていうところで、うちの学科入学いただいてから1ヶ月目からの売上推移を教えていただいてもよろしいでしょうか。1ヶ月目は33万円で、2ヶ月目が108万円、3ヶ月目で339万円で、4ヶ月目で373万円、5ヶ月目に579万円、6ヶ月目で398万円で、今年739万円って形になれたっていう形です。実際7ヶ月間で見た時にも累計でいうと2000万以上はマネタイズを SNS だけでされていて、7ヶ月目で730万円という売り上げをね、上げられたということで、これだけ聞くと、いや朝日さん結局これ SNS じゃなくて広告かけてるんじゃないですかって思う人いるかもしれないんですけど、今広告費ってどうですか。僕は広告費ゼロでやらせてもらっていて、 SNS 集客だけでこの売り上げを達成できてるっていう形です、利益率違いますよね、 SNS だけで売れると。そうですね、SNS をやったことによって売り上げも安定しますし、自分で売り上げをコントロールできるっていうところがすごい魅力かなっていうふうには思います、ね、その秘訣をね、これから詳しくね、聞いていきたいと思うんですけども、売上アップできた秘訣っていうところで、今の集客媒体教えていただけますでしょうか。主に Instagram、YouTube、TikTok、この3つがメインで集客媒体はやっているっていう形です。この3つをメインとしてやられていて、プラスアルファで代理店とかも結構されてたりしますか。代理店にも今力を入れていて、それと Twitter、Facebook もやってるっていう形です。主にこの4つの軸で発信をされているということで、まずね、朝日さんの Instagram から見ていきたいなと思うんですが、こちらが朝日さんのインスタを共有させていただいて、もうすぐ5000フォロワー弱ぐらいのところまで来てるんですが、40代50代 SNS 苦手な方でも実践できる集客専門家っていうコンセプトで発信をされていて、実際インスタで朝日さんが意識してるポイントとかあれば、なんか2つ3つちょっと教えていただきたいなと思うんですが。3つポイントがあって、まず1個目が僕の一番の強みであるライブっていうところを大切にしています。2個目がストーリー、3つ目がリールの3つすごい大事にしてます。インスタライブってところもね、結構されてると思うんですが、少ないフォロワー数であったとしてもこれだけの売り上げを達成できた秘訣として、ライブをやると制約率っていうのがあるっていうのがあると思うんですけども、僕は結論、ライブをやってから人生が変わったなっていうふうに思っていて、正直ライブをやると何がいいかっていうと、やってる方が9割の中で少ない。その中で僕はライブを極めていって、上位1割に行くには何が大事かって考えた時に、自分のキャラの発信っていうところをすごい重視していて、自分はこういう人間性なんだよ、自分はこういう思いでやってるんだよっていうのが伝わって、結構ファン化につながっているかなっていうふうには思いますね。ライブって口がうまい下手ってあんまり関係なくて、人柄が伝わるとそれだけで高額商品するって売れてしまうっていう、だからクロージングとかセールスがほぼ不要でね、お客さんの方から欲しいってなるっていうのが結構強いと思うんですけども、ライブって最初やりだした時って同時接続数が3人とか5人とか全然増えないっていう状況からの方もいて、それで結構諦めちゃうって人多いと思うんですが、朝日さんその辺はどういう感じで推移して増えていった感じですか。僕も3年前からライブをやってるんですけど、最初友達が冷やかしに来たり3人くらいのところから始まって、全然人来ないな、それこそ自分にはできないのかなって思ったところからコツコツ積み重ねていって、今それこそ50人から100人くらい1回のライブで来てくれるようになってして、だんだん人が集まっていったっていう形です。これね、ね、動画見てる人もね、すごい勇気ももらえたと思うんですけど、最初2、3人、そっから今もう50人以上ね、見られるようになってきたということで、本当にこれはですね、継続の賜物だなっていうところもあるんですけども、そのライブの動線とかっていうところもね、しっかりと体系化されて実践されたからこそっていうのがあるんですが、リールですね、結構力入れてるなっていうのは僕も前から見ていて思ってたんですが、リールは結構どういう内容を意識してあげてますか？僕一番大切にしてるポイントは、自分の実体験をこのリールの短い時間の中で詰めるっていうことを意識していて、昔は自分はこんなんだったけど、今こういう風になれた理由みたいな感じだったりとか、最初はただの平凡な大学生が SNS を始めた結果みたいな感じで過去のストーリーを見せるっていうのをすごい大事にしてリールは投稿してるっていう形です。確かに最近のインスタのトレンドとして拡大情報って結構どこもみんな同じような内容になってきてるから、実際僕がこれをやってみた結果っていうね、リアリティがあるし、そっちの方がすごい価値があって見られやすくなってるっていうのはやっぱありますよね。やっぱり人が物を買うときはノウハウでその人の物を買うっていうよりか、心が動いたときに人は行動するっていうことを僕は思ってるので、その相手の心に届くような発信っていうのを常に意識してやってるっていう感じです。 LINE 公式アカウントへのリスト誘導ってところも、今プロフリンクからプレゼントつけて誘導ねされていらっしゃると思うんですが、この辺とかも最初から結構リストバーって取れたっていうわけではなかったと思うんですけど、その辺もどういう風に改善していったとかっていうのがもしあれば。最初僕も LINE、それこそ1人2人くらいでなかなか増えないなってところから始まったんですけど、一気にバーンって増えた理由としては、キャンペーンを打ったっていうのが結構でかくて、一番最初に僕がやった施策として、2000人フォロワー達成記念で公式 LINE でプレゼント作ったので登録してみてくださいっていう風にやったら、一気に30人から50人ポンって増えたっていうのが成功体験としてあるなっていう風には思います。確かにフォロワーが300人でも500人でもいいんですけど、キリのいい数字になったら何々記念達成みたいな形で、何かしら理由付けがあるプラスアルファで新しいプレゼント作りましたっていうのがあると、限定性、希少性、そしてお祭りごとっていうね、企画性的にもすごい当たることがあるので、それは確かに一つありですよね。何かしらやってもらいたいときは理由付けっていうのをすごい大事にしてるっていう形です。あとはストーリーってところとかもね、毎日あげられてると思うんですけど、ストーリーで意識してるポイントとかあれば。僕はストーリーで毎日投稿するのは当たり前っていうところまで言ってくれた方にすごい伝えてるのは、僕はどういう思いでそれをやってるかっていう価値観の発信が9割の方できてないなって思うので、僕はこう思うんだよね、僕はこういう思いでやってるんだよねっていう価値観の発信、これに一番力を入れてやってるからこそ他の人と差別化できてるかなっていう形です。大事ですよね、価値観の共有というか。インスタグラムだけではなくて、もちろんインスタでそういったしっかりと発信をされているからこそね、売り上げっていうのをこうやって7桁超えていって、そこから5ヶ月目6ヶ月目とか月賞で500万以上ってところをね、売り上げ上げられて、1月がね、大学の卒論だったんですよね。ちょっと忙しくてライブができなくて、22歳って大学卒業するのと時期が被ってしまって、時間がちょっと取れなくて100万くらい下がってしまったっていう感じです、はい、でも朝日さんこれ先月かな LINE くれたと思うんですけど、 YouTube からもお問い合わせが3件ぐらい入って200万ぐらい受注いただいたっておっしゃってたじゃないですか。実際朝日さん YouTube もね今されているということで、今動画の本数で言うとどうですか？そんなにめっちゃ上げてるわけではないと思うんですけど。今僕は YouTube7 本動画を上げていて、質の濃い動画っていうのを意識してるんですけど、お客様から朝日さんのコンサルお願いしたいですっていう風に来ていただいたっていうのが嬉しい体験だったなっていう風に思います。メインはインスタだと思うんですけど、インスタ固めたら次うちの学年って YouTube と TikTok がすごい熱いから、 YouTube から売れる見込みのお客さんってすごいファンになった状態で来てくれるから、すごい制約率も高いし、ほとんどお客さんの方が結構来たっていう感じですかね。 YouTube から LINE の方にお問い合わせが来て、1回目個別相談した時に相手からそれこそ商品の説明してくださいっていう風に来て、お願いしますっていう風にいただいて、そこはすごいびっくりした体験でしたね。これがね、皆さん YouTube の威力なんですよね。あと TikTok もねやられているということですけど、 TikTok は基本的にどういう動画上げてますか？インスタで上げたリールをそのまま TikTok に流しているっていう形なんです。それでも数千再生とか、それこそ1本目の動画からバーンって伸びたりして、そっからもリストが取れてるっていう形です。 TikTok ってリスト取れますよね。意外と質の濃い動画を上げていけば絶対取れるなっていうふうには思いますね。今回朝日さんが月賞500万600万そして700万の壁を突破できた一番の理由っていうのが SNS プラスアルファ、やっぱ代理店の育成っていうのが大きかったとおっしゃられたんですけど、これっていうのは具体的にどういうもの、代理店ってそもそもなんやねんっていう人もいると思うんで、簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか？代理店っていうのは他の人のサービスを代わりに売るっていうものが代理店で、僕もそれから始めたんですけど、最初自社商品ない方が最初にこの商品いいなって思ったものを売るっていう形が代理店ですね。今は朝日さんのサービスというかスクールとかコンサルを販売してくれる、いわゆる広報担当みたいな形で朝日さんの商品を販売してくれるメンバー、いわゆる朝日さんの分身みたいな方が今何人ぐらいいらっしゃるって感じですか？今5から10人くらいで、その人だったら自分の商品提案してもらってもいいなっていうもらう審査制で絞ってやってるので、自分の商品が売れてるっていう形ですね。僕もそうですし朝日さんもそうですけど、自分自身がまず売れるようになったら今度はそっからいきなり広告をかけようっていう人いるんですけど、広告をかけても結局売れるかどうかわからないんで、それだったら自分の分身を3人とか5人優秀なメンバーを育てていって、その人も自分の商品を売ってもらって、1件売れたら何十%って報酬を払い出していくっていう、口コミ紹介料をお支払いするっていう形でやっていくと、これ結構大手とかもねやってるやり方なんですけど、すごいスケール収していきますよね。相手もそれで売り上げが立って報酬がもらえて嬉しいですし、僕も自分の商品がそれこそ自信持ってるので、それで売り上げが上がってウィンウィンっていう形が築けているのがすごい素晴らしいなっていうふうには思います。さらに言うと、代理店育成とかって、うちの学科とかでもこういうやり方を教えてるんですけども、結局朝日さんだからっていうその人柄で売れるっていうのももちろんそうなんですけど、アッパーというか限界があるんですね。これ僕もそうなんですけど、僕のお客さんって結構女性の方が多いんですけど、逆に男性の方もうちのスクールいりますけど、男性の方が得意だよって人って僕以外にもいっぱいいるんですよね。だから僕を経由して反応してくれなかった人でも、例えば朝日さんからだったら売れるっていう場合も全然ありますし、僕じゃなくて別の人、〇〇さんだからとか代理店の山田さん、高橋さんだから話聞いてみてやっぱ入りたいと思いましたっていうように、一人一人のキャラっていうのが違うので、そのバラエティを今度は揃えていってあげると、代理店としても最強の組織がねできるんじゃないかなっていうのは僕も思っていて、しかも代理店の場合って売れたらその後でね着金分のいくらっていう形で報酬を払い出すから、リスクが正直ないわけなんですよね。これも結構ね経営を安定させていく上では重要なポイントかなというふうに思いますね。今ね月賞で700万ぐらいっていうことは、これ12ヶ月繰り返していけばほぼ年商1億ぐらいね達成できちゃうと思うんですが、最後今後の意気込みとかね、そういうのも教えていただいてもよろしいでしょうか。年商1億っていうところを目標にやっていくのがまず1個と、受講生の方にさらに成果を出してもらう。今年僕は海外移住していくので、その3つ僕は今年達成していきたいなっていうふうに思います。ちなみにどちらの国に移住されると決まってます？今アメリカかドバイで迷っていて、世界一の国か世界一伸びてる国か、これで結構迷ってるっていう形ですね。学生ベンチャーみたいな形でね、まだ22歳なのにね考え展開を見据えてやられていらっしゃるということで、今後もね朝日さんのね活躍からも目が離せないですが、朝日さんの Instagram とあと LINE 公式の配信もね結構上手ですので、そちらも概要欄にねやっておりますので、ぜひこちらもねチェックしてみていただくと、 LINE 登録で今だけ朝日さんからプレゼントがもらえるっていう感じですかね。豪華重大特典という形で SNS 集客の教科書っていう形の全部のノウハウだったりとか、ストーリー、ライブ、さっき言った全部僕が得意な SNS のやり方っていうところも配信の完全講義動画って形で全部プレゼントさせていただいているっていう形ですね。ぜひねこちらもチェックしてみていただけたらと思います。ということで朝日さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100人集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐね申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナで Zoom セミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。